安倍首相、日本共産党衆議院議員の笠井亮です。今福島第一原発がどうなってるか分かってますか？汚染水高濃度のものがついに海に漏れ出してる。東電は後になってそれを認めてる。まさに福島第一原発は非常事態じゃないでしょうか。そんな時に再稼働なんか絶対あってはいけない。輸出なんか論外です。安倍首相は直ちに収束宣言撤回して非常事態宣言を発して収束と除染賠償に全力を挙げる。これしかあなたのやることはない。この声をしっかり聞くべきです。皆さんとご一緒に頑張ります。安倍首相、参議院議員日本共産党の平良子です。今日発送に行ってきましたが、私も怒ってます。どれだけ汚染水を垂れ流せば気が済むんですか。23億ベクレルのセシウムって一体何なんですか。さらに2号機でも3号機でもセシウムだけじゃない、ストロンチウムまで出てるっていうじゃないですか。漁連の皆さんだってあれだけ怒りの声を上げている。私たちだってこうやって声を上げ続けているのは、これ以上日本を